冷凍室の中から宝物が出てきた。これを焼くだけでご飯の出来上がり。それではミキママのおすすめの宝物を3つ紹介します。まず1つ目は鶏の塩麹漬けです。これね、いろんな料理に変身するんですよ。鶏の親子丼、そして鶏の唐揚げ、クリーム煮でしょ、そしてぎっしり焼きになります。2つ目は合挽き肉洋風ミートだねです。オムライスでしょ、サイコロステーキでしょ、ミートボールとナスのトマト煮になるんです。すごいでしょ。そして3つ目はサバの和風生姜味。これはサバの炊き込みご飯、サバの味噌煮、カレー竜田揚げになるんです。この3つの下味冷凍があれば2週間分のご飯、計10品のメインおかずが速攻できちゃうんです。マジですごくないですか。買い物行く回数も減るでしょ。鶏肉、ひき肉、魚がうまくバラバラになってるでしょ。皆さん献立スクショして。それではスーパー下味冷凍台の作り方を教えちゃいます。1品目は鶏肉の塩麹漬けです。材料はこちら、鶏もも肉1枚、塩麹大さじ2です。それではまず鶏肉を切ります。縦に3等分に切って、横に均等な大きさに切ると一口大サイズになります。9個に切り分けました。そしたらあんちゃん、ジップロックに鶏肉を入れて、そして塩麹を入れてください。もみもみしてください。はい。塩麹の酵素ってお肉のタンパク質を分解してお肉をめちゃくちゃ柔らかくしてくれるんだよ。すごいでしょ。うん。あちゃん、もみもみできた。うん。そしたらこのままに変わってください。締めますよ。締めるときはね、こうやって折り曲げながら空気を抜くようにするとしっかり締まるの。酸化が予防できるんです。広げてみて、ほら空気がないでしょ。はい、これで鶏肉の塩麹漬けの出来上がり。2つ目は合い挽き洋風ミートだねです。材料はこちら、お肉とミルクと玉ねぎと卵とあとは調味料です。まずパン粉に牛乳を浸してください。はい、全部そうです。パン粉を牛乳浸すとね、ふわふわのお肉になるんだよ。続いてはボウルにお肉と塩を入れてください。はい。うわ、ダーン、ダーン、次塩、ダーン。じゃあ混ぜる。1分ほど粘りが出るまで混ぜてください。はい。なんで塩を入れて混ぜるかっていうと、解凍した時にドリップが出るんだけど、それがね、出にくくさせてくれるんだよね。そうなんだ。仕上げはママがやります。粘り出たね。うん、これぐらいになったら OK です。そしたらあんちゃん、残り入れていこう。じゃーん。続いて卵。はい、上手。玉ねぎ OK。 胡椒、胡椒。ナツメグ入れよう。ナツメグはね、お肉の臭みを取ってくれます。混ぜていい？混ぜて、全部同じ色になるまで混ぜてね。そしたらあんちゃん、ジップロックに洋風ミート種入れるよ。なんで袋に入れるの？お、いい質問だね。ジップロックは厚手で丈夫だから美味しさが長持ちするんだよ。そうなんだ。手の半分ずつ入れます。入れます。 ありがとう。そしたらあんちゃん、平らにして空気を抜くようにして、上を少し、ここ少し開けるようにして閉じて、はい、これで洋風ミートだねの完成。3つ目はサバの和風生姜味です。材料はこちら、お魚とごぼう、生姜です。あとは調味料です。まずはサバに塩を振って臭みを取ろう。塩を振るとね、余分な水分が出てきてね、臭みがね取れるんだよ。そしたら反対側も振ってください。はい、そしたら広げます。じゃあね、20分置きます。20分経ちました。水気を拭き取ってください。はい。魚の臭みがね、取れるんだよ。そうなんだ。もうあとは入れるだけです。まずは調味料入れてください。醤油、酒、みりん、生姜入れて。生姜入れるとね、魚の臭みが取れるんだよ。じゃあサバちゃん入れてください。ダーン、ダーン。はい、そしたらもみもみしましょう。袋の
の上から軽く模様にしてください。そしたらどうやって閉じるんだっけ、まあ、やろうか。また上の部分をね持ち上げとくから折ってください。少しはい少し折りました。折ります、折ります。そしたら閉じます。はい、これでサバの和風生姜味の完成。完成イエーイ。バーわー出てきた。あーちゃんできたね。あーできたね。3種類できたね。休日の時間がある時に作っておけば平日の料理作りがすごい楽になるんだよね。そしたら冷凍しよう。はい、液体のものはバットに入れるとね垂れにくいからね、バットに入れましょう。わ、平らにして凍らせて、凍ったら立てかけるといいよね。今日は平日です。夜ご飯に種を使いたいので冷凍室にある種を朝冷蔵室に移動して解凍したいと思います。いってらっしゃい。はい、夜です。解凍できてるかな、見てみます。おー柔らかくなってる、いい感じ。そしたらこれをサイコロステーキにしたいと思います。ステーキプレートの材料はこちらです。合いびき洋風ミートだね半量、そういう野菜はブロッコリーとコーンです。このままサイコロステーキにしたいので袋の半分になるまで木べらで端に寄せて半分にします。袋を開けて空気を入れてから寄せると楽ですよ。ほらステーキになってますよね。そしたらジップロックの縦と横の端を切ります。そしたら開いて底を持ってフライパンにひっくり返して乗せます。手に水をつけて縦横形を整えます。そしたら強火で熱してパチパチ音がしてきたらフライパンが温まった証拠なので弱めの中火にして5分か6分焼きます。蓋はしませんよ、触りませんよ。焼き固まったらひっくり返します。いい色だね。反対側も5分か6分焼き固まるまでしっかり焼きます。焦げそうなったら火を弱めてね。はい、反対側も5分経ちました。そしたら串を刺してみて透明な肉汁が出たら火が通った証拠です。焼けたら火傷しないように少し冷ましてからハサミで切ってサイコロステーキにします。冷ましてる間にバターでブロッコリーとコーンを炒めて添えます。冷めたので切ります。お好みの大きさに切ってください。今回は10等分に切りました。そしたらお皿に盛り付けてサイコロステーキの完成。早く食べたい。いただきます。うん、おいしい。柔らかいね。おいしい。何にもつけなくてもしっかり味がついてるからおいしい。あんちゃん、焼肉のタレをかけてます。どうでしょう。うん、どっちも美味しい。めっちゃステーキに合う。もりもり食べれるね。ね、なんか食べた瞬間元気出るね。うん、うん、ご飯進む。やっぱな、美味しい。美味しいね。休日作っておくとさ、やっぱ平日めっちゃ楽これ、うん、ね。下味冷凍のおかげで家族の時間が増えて嬉しい。すぐ作ってすぐ座れるから一緒に食べれて楽しいよね。おいしいね。おいしいね。おんちゃん、3つの下味冷凍があれば2週間のご飯が焼くだけでできちゃいます。あと1品欲しい時もおすすめです。この2週間の詳しいレシピは概要欄に URL を載せておくので見てください。あんちゃんすごい食べんじゃん。ご飯なくなっちゃうじゃん。あんちゃん大食い選手権に出る気ですか。うん、これほんとみんなさん作った方がいいですよね。みんな作った方がいいよね。うん、ペロリ。おいしいからみんなも作ってね。